かなりのいいやつを、それも相当残ってるんですよ。例えば宋の会になったら僕は最高峰だと思ってないんですよね。中国人はもう宋の北宋のあれがもう最高だっていうけども、まあ、その中でもこれは別に文人画じゃないですけどもね、文人画じゃないですよね、僕はやっぱり宋元の人間だから、宋元一体画の人間だからね、僕自身は。僕は元は素晴らしいと思うんだけどね、元の主体画なんかすごいです。で、もう、まあ、かなりもう文人系になるわけですよね。それで宋 の, あれでも活気とかね、なんかあれ、まあ、1点ずつあるんですよ。だから1点ずつでしょ。1点ずつで。だから1点だけでも、これはすごいの残ってますからね。そう、確かにすごいですよ。すごいの言ってますけど、1点ですよ。だけど1点。一体何なんだっていうの、だってそれだけすごい作品の作品をさ、どうして壊すんですかね。破壊するんですかね。そういう精神っていうのは何なんだと思いますよね。やっぱり皇居で、皇居つらくなるんですよ。皇居がないから。ちょっと私自身の研究に関わってるんですけど、その20世紀前半にですね、清朝滅亡っていうのがあるんですね。1911年に、辛亥革命が起こって、12年に、民国に変わるんですけども、その時期にですね、大量の、かなり大量の絵画が日本に入ってる。それにはやはり中山商店ですか、じゃなくて、ほとんど、大阪の方、大阪、京都あたりですね。千億発行が、まあ、中山書店がかなり売りまくるんですね、世界中に。はい、山中商店。あ、山中商店、ね、あれ、まあ、すごいおじさんだけどね。うん、でも山中商店の方はどっちかというと仏像とか陶磁器を扱っていたので、今分かっているのは、その清朝のいわゆる文人階級が持ってた絵画を、日本に、まあ、内藤古壇とか博文堂という本屋さんがあるんですけども、そこを通して日本に売ってると。だから日本にもかなりの文人画がある、ということを。その文人画って時代的にどのくらいの、どれだけいいものが、例えばその故宮だとかですね、今パリ、フランス、じゃあイタリアじゃ、中国でも上海の博物館が僕の大好きなね、ゲイさんのいいやつを持っていたり、それから、まあ、売られた先でもアメリカ行ったのもありますからね。それで、まあ、中国でもそういう上海、何人僕行ったことないんですけどね、若干残ってる。それからもちろん故宮寺が台北の方にはかなりの数が来てますよね、はい、だから日本に来ているのが、例えばゲイさんのいいのなんか一つもないでしょ。ゲイさん、いや、ゲイさんだけじゃなくて、大物だとか大工房だとかですね、そういうもののいいのなんか一つもないと思います。ゲイの時代はね、すいません、一服だけ ね、 滋賀の親が持ってたもの。ああ、そうですか、うん、であと、いいものといえば赤道なんかまだ真実ですよね。日本に入ったのは真実ですけど、その時代に入って、割拠っていうんですか、ごし、すいません、ちょっとアメリカどうしてると思うんですか、その辺の北宋のものっていうのは当時新作として入ってきたものがもう贋作と言われてる。ああ、なるほど。でも当時はね、当時はもうすごく中国のその歴史に残る新作が入ってきたっていうので、富岡哲哉なんかすごく喜んでたんですけど、すみません、終わんなくちゃいけない。ごめんなさい。うん、いいえ、せっかく発言してもらったのなんですが、ここをきちっと終わらないと、まずいので、まあ、三浦先生が来てくださると、大変になるだろうとは思ってたので、まあその割に今ちゃんと、もう私年上だから、いやいや、まあもう古い70年代のね話で、これだけ皆さん来てくださって本当に感謝です。今なんか画面にいてるその理由が実はの話をちょろりとした方がいいんじゃないですか。いや、まあ、僕見てないので、直島に、だから10月の10日に行きますから。じゃあ、プレゼンさん一言言いたいんです、はい、説明。あ、これだから今月の16日でしたっけ。今、だから瀬戸内で国際芸術祭ってやってますけど、北川フラワーさんプロデュースの。あれも、まあ、あれがもう会期間際になってる、終了間際になってるんですけど、それに合わせる形で、来週末か、16日に開館予定の美術館で、理由に、設計が西澤龍衛さんで、
ちょっとこれ、いやいや、リオファミスタも空いてますよ。あの、はい、ナイトレーの水が、じゃあ、はい、あの、はい、感謝しました。じゃあ、後からです。はい、そう。これも空いてるんですね。これはもうだいぶ前から、あの、はい、オープンの前から空いてます。ということで、まあ、機会があったら行きましょうということなんでしょうか。まだ募集やってるんですよね。あの建築系ラジオで、ツアーを募集してまして、私のブログにも、ちょっと前ですね、何言ってたのでいつ覚えてないですけど、行きますの でご連絡します。どの辺を見てくれるの？あのプログラムも一緒にメールでお送りしますので、10月22日だそうです。すいません、もうちょっと終わらなければいけないので申し訳ないですが、終わりにさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。あんなこと言ってくれない。すいません、あと次回の予定ってどうなってましたっけ？次回まだはあの決まってないんですが、僕はあのこのアレスタリンズを本日しようっていう話があって、その条件なので1年以内に、終わらせなきゃいけないので、の次回はタイでは取ってありますので、はい、あのいつもの思い合い、はい、あのお時間のある方、話を、ぜひご参加ください。